どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はですね、このいつもガズが YouTube、ガズレレ YouTube で使って弾いているウクレレについている、このピックアップというのがあるんですね。ピックアップのこと、どんなものなのか、ちょっと説明したいと思います。その前に、この、ガズさんが使っているこのガズのわがままウクレレ、このウクレレはベトナムで、こちらのモジャ君が、ジーラボ工房、ベトナムにあるジーラボ工房で一本ずつこう手作りと単板で仕上げてるウクレレなんですけど、それのホームページサイトができましたね。まずそこをシェアしておきましょう。はい。今先行予約販売ですけど、いずれ通常販売に回っていくと思うんですけど、私もちょっとね、気がついたんですけど、今までガズレレ YouTube チャンネルでこのエレキウクレレのことをね、ピックアップ付きウクレレのことをご紹介したこと一回もないなということで、どんなもんなのかっていうことをね、皆さんもきっと知りたいかなと思って、ちょっとこのご説明動画というか、まずこのエレキウクレレ、ピックアップ付きウクレレのもう基本中の基本のことをお伝えしたいと思います。いきますよ。今日はちょっとじっくりめの、なんかちょっと座学的な動画になりますけど、一緒にお時間を過ごして勉強していきましょう。実は今日の収録はここね、ここにいつもギターアンプが置いてあるってことでね、今ここで解説しようと思うんですけど、もうオーディエンス、お客さんが今日いるんですよ。見ますか？はい。ね、うちのカメちゃんのこの水槽の前にこのギターアンプが置いてあるもんですから、もうね、ありがとうございます。拍手喝采いただいてますからね。カメちゃんです。はい。カメのクロちゃん、クロちゃんも一緒に見てるんで、皆さんで一緒にお勉強してまいりましょう。さあ、まず1個目なんですけど、ウクレレの音ね、こうやって奏でるといい音しますよね。癒される音がする。で、本当は一番いい音っていうのはね、どこにあるかというと、人間の耳なんですよ。人間の耳が一番良くて、だけど今皆さんこの YouTube で、この音聞いてるでしょ。この音って実はマイク、このカメラについているマイクの音を拾っているわけですから、実際に本当の耳で聞いてないんですけど、マイクの性能がいいと本当の耳で聞こえているように感じることができるので、マイクとかそういうのってすごくやっぱ技術が高い方が、まあ人間の聞く音に近いっていうイメージですね。だからここまず基本的に覚えておいてください。一番いい音は人間の耳だぞって覚えておくといいと思います。で、とはいえね、じゃあ試しにガズさん大人気になったとしますよ。武道館でじゃあワンマンライブだと。でね、1万人の前でってこれやっても、もう後ろの人聞こえませんよね。そんな時に登場するのがマイクであったり、このピックアップでございます。で、さっきも言ったんですけど、順番言いますよ。一番いいのは人間の耳で、聞くことですね。その次にいいのはですね、マイクでこういうね、コンデンサー型マイクって、これちょっと大きいでしょ？普通のこうカラオケのマイクとはちょっと違う。こういうので、この空気と一緒にこういう距離で拾って、この音を、その大会場の、ね、よくあるじゃないですか、野外ステージとか、ね、武道館とか行くと、ドーッとこうステージの両脇に、スピーカーが積んである。ほい、こんな写真のやつです。こんな感じ。こんなやつからドーンと出す。そうすると、それでこう、みんなに共有。このウクレレのちっちゃい音も、そういうに何万人にも届けることができるというのが一点でございます。はい。で、マイクの方になると、またこれはですね、ものすごい専門知識があって、ハウリングとかいろいろ、ハウリングっていうのは、ブーンってなったりするのがないですか？よく。ああいうのもあるんですけど、ひとまず、一回そういうの置いといて、大勢の人に遠くまで届くことができるというふうに思っておくといいと思います。それがお手軽にできるのがこのピックアップ、ウクレレについてピックアップだということでございます。はい。さっきも言ったんですけど、ここ私指さしてでしょ、よく見てください。ここに穴っちょが開いてます。穴が開いてます。これがですね、なんとこのコードを刺すとこなんですよ。こっからどんどん専門的なものになっていきますよ。はい。こういう、まあこれなんていうの、素人さんが言うとこのコードっていうのがいるわけですよね。この大きさのコードなんですけど、これはもう楽器ではこれが標準だよって決まってるコードなんですよ。ちょっとピントが合ってないな。これだよ、これ。カメラくん、これ目にね合っちゃうんですよ、ピントが。なんでこうなるべく外して、まあでもなんとなくわかるよね。はい。これをですね、まあつまりここにブスッと刺すんですけど、ここら辺で要注意。この刺す先っぽはどこにつながってるかというと、ね、刺しただけで音出ませんからね。はい。ここからここまで、このケーブル、これ、そうだ。ここから行こう。このコードのことを専門用語で、シールドとかケーブルとか、そういう呼び方をします。で、このケーブルだけでも、実はすごく宇宙があって、ものすごい高品質のものから、まあ、
リーズナブルなものまであります。ちなみに私はその、まあ、プロだったので、ケーブルみたいなものにものすごくこう、いいものを使ってまして、もう、いっぱい持ってるんですけどね、もう、こういうケーブルなんていうのはもう、結構なもう、お金がかかるやつでございます。はい。これは何だろう。今持ってるのは、カスタムオーディオジャパンというメーカーのやつ。こういうメーカーもいっぱいあるんですよ。まあ、だけど最初こだわらなくていいですよ。で、この、こういう風にこう、繋がってるわけですね。コードって1本で。こういう風に繋がってます。で、一本はウクレレに刺すでしょ。もう片っぽどうしようかっていうことなんですけど、まず、最初は、こう、ギターアンプ。こういうのがいいと思います。で、ここのギターアンプも後でちょっと試しますけど、このギターアンプってこれ、ちょっと大きいじゃないですか。で、やっぱこの、まず最初は皆さんこんなのあれなんで、まあ、一個の提案なんですけど、これはね、ちっちゃいアンプもあるんですよ。これはね、ベース用のアンプなんですけど、ここでも大丈夫です。ギター用のでも、まあ、音は出ますから。で、今ね、ガズさん考えてるのは、このアンプもね、ガズレレでちょっといろいろ作っていきたいです。ちょっとね、今ね、企画が動いてますんで。まずはちょっと、基本中の基本ね。で、こことここをこう、つなぐわけなんですよ。要は、アンプとウクレレをつないで、ここから音を出したいわけですよね。はい。で、この時に結構ね、大事なことがあります。まず、こう、アンプに刺しますね。アンプのインプットに刺した、こう置いときますよ。で、ウクレレ刺すんですけど、この時、電源とか、電源絶対切っといてください。で、これね、こういう風に、ここにズコッ、バキッと入れるわけで、しっかり奥まで差し込んで、入りましたでしょ？そしてから、お互い入ったことを確認してから電源入れてください、ね。この、ちょっとじゃあ悪い、これやっちゃダメですよ。今悪い見本だけ見せておきましょう。はい、今抜きました。電源入れました。アンプの電源入れました。そうしたらね、聞こえます。これ、もう電気信号がここに来てるんですけど、これをですね、大きいスピーカーでやっちゃうと、スピーカーがボーッと飛んだり、もうトラブルの原因で、この音をなるべく出さない方がいいです。で、これ、刺してから、グッと刺して、奥まで刺してください。これポイントですからね。電源入れると、もう、これで一応音が出ます。弾いてみましょうか。ちょっとちっちゃいか。出た。わかる？ここから音が出ております。ちょっとわかりづらいかな。どうかな？聞こえる？切ってみましょうか。今電源切りました。入れますよ。こんな感じで音が増幅されます。そしてこのちっちゃいアンプでこのぐらいですから、まあ、ご家庭でやるにはこのぐらいでもう十分だと思うんですけど、もちろん大きいアンプにつなげばもっと大きい音になってくると思うんですけどね。これはギターアンプとかベースアンプでちょっとね、やっぱりね、音量がちょっとあれなんですけど、とにかく基本的にはこういうことです。電源を切った状態でコードをお互いに挿して入れて、こうボリュームとかトーンで調整して、音を作っていくということでございます。これが基本、いかがでしょうか。そうすると、音が大きくなります。はい。で、この先ちょっとあれなんですけど、例えば、ライブ、ガズさんが例えばライブハウスでライブをやるとか、ホールでライブをやるという時はどうするかと言いますと、実はアンプには入れずに、よくイベント会場で、こっちに大きいスピーカーが立ってて、司会の人がマイクで喋ってるっていうのあるじゃないですか。それをコントロールする、土台のね、音響システムに直接これを入れるっていう、ダイレクトボックスっていうのを介して、その、PA っていうんですけど、そういう土台に入れるっていうやり方もあるんで、いろいろやり方があります。あともう一個面白いのは、こういうね、これはオーディオインターフェースというものなんですけど、これは何かというと、ここにこのエレキウクレを挿して、これパソコンに、コンピューターに、電気信号としてパソコンの中に取り込むこともできるんですよ。すごいですよね。あっちの世界にこう、この生の音が入っていくっていうようなイメージですね。あと、この辺が面白いのはさっきも言ったんですけど、これをマイクで撮ってパソコンに入れることもできます。なんでそういう風にね、ちょっと一言ではいろいろ説明できないことがあるんですけど、ちょっと一回置いといてシンプルに。とにかく、この1の音を、
こういうものの力を借りることで3でも10でも100にでもすることができる可能性があるということでございます。はい、ここ1個要点ですね。であとですね、ちょっといろいろ話がねちょっと本当に深いんですけど、このピックアップ、ウクレレピックアップのスタイルもいろいろあって、このガズのわがままウクレレに使われているさ、コンタクト型ピックアップというものでございまして、これ面白いんですよ。じゃもう一回さ、入れようかな。今電源入れました。そしたらね、ちょっと見てください。ここをね、叩く音もすごくこっから出てくるわけです。こっから、ちょっと待って、これね、ボディをこうトントン叩く音も出てくるでしょ。これが結構このコンタクト型ピックアップの特徴で、このここの表のキーあるじゃないか、表面のキー全体の鳴りを拾ってるっていうのがコンタクト型ピックアップの特徴で、しかもですね、このコンタクト型ピックアップ作ってるのは、さっき出てきたこのモジャ君、自分で手で作ってここに引っ付けてあるんですよ。なんですごく感度がいいです。このトンの音も聞こえるんですね。ちょっとこっちの大きい音でも聞いてみる。こっちはね、ちょっとまたあれなんですよね、またさっきと同じようにここ入れてから電源入れますよ。こっちのギターアンプは、ちょっとこれギターアンプなんで、ちょっと、まあ、アコースティック専門のが、アンプではないんですけど、これはですね、真空管が入ってるやつ、ちょっとね、音が出るまで時間かかります。出てきた。出てきた。このアンプは、真空管もちょっとさっきより音がでかくなると思います。はい、ここでほうがほらトン、この音もすごく拾ってくれるというのはコンタクトピックアップの特徴で、あともう一個コンタクトピックアップじゃないピックアップっていうのがあって、ここの白いところなんですよ。これブリッジサドルって言うんですけど、この下にこの金属で感度のいい金属が埋め込まれてて、それの、ここの振動を拾うっていう、アンダーサドル型ピックアップっていうのがあるんですよ。二通りあります。大まかには。さっき言ったボディ全体、このトップ材全体を拾う、コンタクト型ピックアップと、このブリッジの下にあるアンダーサドル型ピックアップと、大まかに二つのピックアップっていうのがあります。で、この、アンダーサドル型はですね、このボディの音を思ったより拾わないんですよね。もっとすごく弦のこの生々しさが伝わるっていう特徴があって、それどっちがいい悪いじゃないんですけれども、一応ガズのわがままくるベトナムで作ってる G ラボのやつは、コンタクトがピックアップ型で、より、アンダーサドルよりも優しい、マイルドな音が出るっていう風になってまして、しかもこれ、さっきも言ったんですけど、モジャ君が手作りで作ってて、すごくこだわりを持ってるやつなんで、確かにこのね、ピックアップはね、もうガズさんもびっくりさす音が良くて、これはね、もう一個言っとかなきゃいけないのは、ついてるからといって、生音の影響はゼロなんですよ。ちょっとここにセンサーがついてるだけなんで、このウクレレ自体の鳴りを、殺すってことは、まあ、ほぼ、ないと思います。はい。それなんで楽しんでいただければと思うんですけど、あともう一個皆さん、ちょっと楽しい方法をご紹介します。ね、ここにちょっと映ってるでしょ、これ。これエフェクターっつうんですけど、要は音の飾り付けですよね。そういうのを使って、まあ、遊ぶことができるようになります。ちょっとこれも、ね、ちょっと聞いてみたいでしょ？はい。じゃあちょっとやってみよう。はい、ういっす。はい。今、こっち刺して、ここ、刺したと。はい。じゃあ、電源入れますよ。よいしょ。今ね、これ何もしない音です。はい、ちょっと音なんかいろいろかけてみましょうか。ではまず最初ディレイって言ってちょっと遅れるやつちょっと聞いてて、ほらすごくないですか。一回しか弾いてないのに残る。なんていう風に遊ぶことができます。あとはもういろいろあるよ。なんかさ、これはいいですよね。トレモロといって、こう見てて。はい、こんな風に、飾
工して、音を加工して遊ぶこともできます。あとちょっとこれちょっともしかしたらすごいうるさいかも、これね、エレキギターにみたいに弾くことも一応できます。ちょっとこれはでもやっぱりね、まあまあいいでしょひとまず例えばこういう加工するなんかこうことでエフェクターっていうんですけど、エフェクトをかけて楽しむこともできますということを一応伝えておこうかなと思います。とにかくでもやっぱり生でやるこのここから出てくる音がザ・ベストですかね、はい、それをさらに遠くに届け、多くの人に届けるという方法と、あとこういうふうにちょっと違うニュアンスの要は効果音を加えるっていうことができるのが面白いところかなと思います。で、まあさっきも言ったんですけど、ちょっとこのピックアップ、せっかくねガズレレのウクレレでは今後つけていこうということで、こういうアンプ機材とかこういうエフェクターとか、さっきも言ったこのケーブルとかね、ケーブルみたいなものもなんかいろいろちょっと、ガズレレならではのアイデアとすごくこの面白さを盛り込んだものを開発ですよ、かっこいいしていきたいなと思ってるわけでございます。とはいえやっぱり皆さんガズレレ見て、いつもガズレレ見てねくださって分かってると思うんですけど、やっぱりね私は音楽は歌中心だと思うので、それをさらに盛り上げてくれるものとしてそれを捉えておくのがいいと思います。で、規模が大きい話をすると、このエレキウクレレでアンプとかその PA に送って、あとさらに自分の歌もこうミックスしてこう大会場を届けるっていうもの、あとはドラムとベースともうバンドの中のアンサンブルでミックスさせるとか、そういうことも、可能になってきますんで、まあそれはちょっとね今あんまりその深い話してもらうんで、順を追ってなんかいろいろ機会があったらこのエレキウクレレとこのケーブルのこととか、この音響全体のこととかも、このガズレレ YouTube の方でシェアしていければなと思っております。はい、というわけでございまして、また何回も言うんですけど、このガズのわがままウクレレ、ベトナムで作ってるオールタン版オールハンドメイドのウクレレ、はい、サイトが公開されてますからね、よろしくお願いします。で、ガズレレはですね、もう本当最近すごくびっくりする情報がすごく多いんですけど、まだまだどんどんいっぱい面白い情報控えてますんで、皆さんお待ちください。今日は見ていただいてありがとうございました。それでも一応ですね、ガズさんのこのイベントとかの最新情報、この後ちょっと動画引っ付けておきます。ご覧になってください。今日は見ていただいてありがとうございました。それではご案内動画どうぞ。はい、まずはガズレレホームページ見てください。ガズレレ .com でございます。ホームページのリンクもここに貼っておきます。まずイベント情報なんですけど、次回のイベント10月27日九州熊本でガズレレイベントが行われます。こちらのイベント本当に楽しんで、初心者からベテランまでウクレレ持って集まってください。もう本当にね、その日からちょっと変わっちゃいますよ、いろんなこと待ってます。あとガーッとこちらにイベント情報あるんですけど、ありがとうございます。11月11日の東京と、12月7日の神奈川、ソールドアウトです。大感謝。はい、そういうわけだと九州2カ所は参加できますからね。全国の皆さん待ってます。はい、あと最新情報はこちらのウクレレ、ベトナムで作ってるガズさんのもうほんといい音するウクレレなんですけど、これをクラウドファンディング成功させ、なんと10月23日の正午より10月23日ですよ、この予約販売サイトオープンさせます。はい、お楽しみにしておいてください。あとは本をいろいろ出してます。まずはリットミュージックから出てるこの100曲入りの本をはじめ、あともう一個リットミュージックから出てたり、主婦の友社からガズさんの人生いいことばっか書いてる本も出てますよ。そんなのチェックよろしくお願いします。はい、楽しく音楽やろう。今日は見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。